さあフライ級の一戦です。ストローク距離一つ重たい階級ということになります。この試合の解説は世界ストロー級チャンピオンの箕輪宏場選手とお送りをしてまいります。さて箕輪選手も一つ重たい階級ではありますが、これも非常に楽しみな一戦を迎えましたね。そうですね、渡る選手が高橋選手相手にどっちきちっとサブミッションで戦うのか、スタンドでいくのかっていうのが一個見どころですね。はい、さあ第1ラウンドがスタートしました。さあいきなり組みに行きますが、まずこれ切れるかですね。そうですね、重要になってきますね。はい、引き込む引き込む引き込む、下になるのを全く怖がらない選手です高橋。しかし一回剥がしました。まずはこの一下りで両者が感じた部分っていうのは箕輪さんいかがですか。まあ多分一筋縄でいかないなっていうのはお互いに分かったと思うんで、打撃野郎にももう一回こうなると思うんで、さあ何しろもうとにかく絡みつくことをすべて。さあまずは足換いきます。早いな。まずこれセッティングとしては狙い方はどうでしょうか。左の足をちょっと狙ってる感じですが、そうですね、はい、このまままだ完全じゃないんで、このまま逃げに徹していけばまだ決まらない状況で、あどうでしょう、回りながら。さあここで決めに行く。そして足首を狙いに行きますがどうか。左足くるかな、あでもまだうまく対処しましたね山内選手。はい、来た来た来た。さあここはどうだ。まだもうちょいですね。ここから止まらずに行け、回りながらなんとか行けるか。さあこの辺りは相当に警戒をしていますが、まさあもう一回ひねりに行くサミッション勇気。いやサミッション先生すごいですね、ここまでここでケージまで行っちゃうともう回れなくなっちゃうんで、あ、はい、今これ内ヒール技変えたんですけど、こっちの方がフィニッシュ率上がるんで、さあここでまたひねっていこうというところですが、残り3分半あります。殴ってく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 。山内も殴っています。山内選手はグラウンドに付き合わずにこういう細かい打撃入れていった方がいいと思います。はい、さあさらにまたひねっていきますがどうか。これあっと今引かれてきました。はい、さあただまた絡みついていく。すごいね山内選手、いい感じにディフェンスはできてると思います。まだこれでは決まらないですね。そうですね、もう、はい、さあ上から殴っていく。こう乗りすぎるとまた返されちゃうんで、はい、もうそのいい塩梅が必要なんですけど、高橋選手は、はい、そのパウンド打たれることを嫌がらずに、足換いくなら行っちゃった方がいいですね。はい、もう高橋やることはこう決まっている状態です。そうですね、はい。おさあもう一回いきますが、ま、ここもちょっと体どうでしょう。少し相手に乗せながら山内は対処できてますかね。そう、あこれ足抜いた、回りながら残り2分20。これアンクルホールドに変えると厳しいですよ。足首狙っていきます。ここからいや、いったいったいった、厳しいぞ。どうだ、あ逃げれるかな逃げれるかな、抜ければ抜ければ、おーおー、あその後ですね、この後ですね、はい。さあここは山内隊長さん、おーい抜けた、任せ。これ箕輪さん、はい、高橋選手結構力使ったんじゃないですか。高橋選手も使ったと思いますし、山内選手も多分今逃げるのに結構使ったと思うんで、はい、これで高橋選手がどう出るかですね。もう一回足換いくのか、また別の技に行くのかっていうのは。さあ残り1分30秒、これ山内は結構サブミッション対策やっぱりしてますね。そうですね、きちっと対処してきてるんじゃないですか。はい、さあこれでまたスタートの攻防に戻ります。プレッシャーを山内選手がどう出るかが結構見どころですね。あさあまた引っ込んでいこうという押したいなることを言いません。でまた足換以外の技いったらまたちょっと見ものですね。今度は腕を狙ってくるかどうかというところ、はい、ラバーガードかな、フットチョーク、はい、さこれ中にこう入れていこうとしていますけれども、また下からセッティングはしています。そうですね、このフットチョークの対策をどれぐらいこの山内がしているかなんですが、この足のなんて言ったでしょう、足首のところで、はい、しっかりと相手をチョークしようという技になりますが、そうですね、このまま決めるのもできるでしょうし、ここ逃げてきたところ、はい、三角締めとか行くのも、さあ変えてきましたがどうでしょうか。オモプラ、あ三角いった、オモプラ、オモプラっていきそうですね、で山内選手うまくでも対処してると思います。ああ決まるか、はい、決まる、結構いい感じで入った、きついかな、さあ抜ける抜ける抜ける、
今ちょっと一回入りかけましたよね。いやいやいや、これ山内頑張ります。山内選手きちんと対処できてますね。離した、いやこれは山内がよく頑張っています。そうですね、第1チャンスの残り少ない。1回殴っていきました。若すでこれはあれですね、はっきりした構図なんですけれども、まず1ラウンド、あの単純にこれ採点つけるとしたらどう考えます？採点つけるとしたら高橋選手が有利に僕はつけていいと思うんですけど、はい、結果として山内選手が逃げれてるんで、プレッシャーとしてはいい感じにこう拮抗してるというか、むしろ山内選手勝ってるんじゃないかなと僕的には思います。あの相当な決めの強さっていうのはこれ高橋サブミッション勇気の方は、この序盤からこうやって発揮はしていたんですが、はいはい、山内選手逃げられたっていうのはやっぱり相当これ対策してるの難しいんでしょうか？そうですね、ここまでなんていうんですかね、いろんな展開あったんですけど、結構きっちり逃げれてるんで、はい、このまま調子上げてこう今のパターンでガン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 来るのか、きちっと打撃するのか、って感じになると思います。はい、まあ、1回外ヒール、そして内ヒールに変えてアンクルホールドも行かれた、さらにフットチョークまであったんですけれども、多彩ですよ ね、 ねえ。で、その後、今度腕を1回取りに行きかけてというふうな、ね、シーンもあって、ラッシュファイヤーラッシュ、大沢さんからは同じことはやらないという表現がありました。富澤やるか、どうだ、やっぱ、高橋選手結構プレッシャー与えられてるんじゃないですか。これはちょっと面白いですね。で山内選手的には多分、はい、全部防げたんで、結構気持ち軽いと思うんですよね、はい、1ラウンド目より。なんで思いっきり行かれたところ、もしかしたら KO って形もあるかもしれないですね、はい、これこのままの体勢で蹴り続けていたら山内の方が有利につく可能性が十分にありますんで。そうですね、はい、これは高橋サブミッション勇気が立つのか誘うのか。これただ近づきすぎて今見たら足感来られちゃうんで、この距離大事なわけですね。そうですね、ここの距離感、はい、投げに行かないで蹴ってるっていうのも、サブミッション対策だと思います、はい、さあそしてまたスタンドに戻ります。スタンドに戻ればこれ山内の一つペースになっていきますけれども、ただパクッと捕まえられる相手の怖さがありますので、そこをどう考えるか。捕まれたら一瞬ですし、あ、来るか、さあ逃げる逃げる、さあここも離します。で蹴る、もう一回蹴る、さあここは高橋サブミッション立ちます。いやでも今の君の和さん、高橋サブミッション勇気みたいな選手珍しいですよね。そうですね、はい、ここまで寝技にこう特化できる選手もいないと思うんで、こう何の躊躇もなく下に行けるじゃないですか、はいはいはい、これすご結構すごいんですよね。えやっぱり殴られるリスクとかあるわけですよね、はい、これ今山内の方はちょっと殴るにはあの密着されてるっていう感じでしょうか。そうですね、殴るのに空間開けちゃうと技が来るっていうプレッシャーは高橋選手が与えてるので、なるほど、さあ、ね、おーいいですね、肘今みたく打ちながら寝技を展開していくならしていかないと、はい、高橋選手の餌食になっちゃうんで、はい、気をつけた方がいいですね。さあまたこれから足が上がっていこうというそんな感じもあるかもしれません、高橋さんミッション勇気。ただどうでしょう、体のバランス自体は山内上になってますが、バランスいいですね、スイープされないんで、はい、ただやっぱ一撃思いっきり打てないっていうのが、ちょっとネックだと思います、はい、当然山内としては1ラウンドはちょっと取られてるかなと考えると、この2ラウンド何かしらのインパクトを与えたいですよね。そうですね、ただ、はい、技にまだ1回も入られてないっていうのは、ちょっとプラスかもしれないですね。この2ラウンドに関しては高橋サブミッション勇気は仕掛けられてはいない状況です。そうですね、今2ラウンド半分を経過しました。で、まあ、2ラウンドの試合なんである程度はまあスタミナは持つかなと。殴り合いになった。さあここも殴っていく殴っていく、おい、さあここも来ました。やっぱ間合いが近いんで、肘とかの方が入るかもしれないですね。そうですね、さっきあの本当に近い密着したところから殴って、あ、ここ大沢さんの姿も捉えていますけれども、まあ、大沢健二さんのまなじ対高谷博之さんのまなじというふうな形の、構図もあります。高橋選手が、やっぱいろいろ技変えてきてるんですよね。腕狙い行ったり、はい、首狙い行ったり、こうどれもいまいちしっかりはめれてないんで、さあ殴っていく殴っていく殴っていく、チャンス
さあここは山内チャンスを迎えます。MMA の怖さというのをこれ高橋さん、ミッション勇気に与えている肘、いやこの肘、いやいいですねこれ、これはどうでしょう、結構ダメージっていう風に取れるんじゃないですか。ダメージもあると思いますし、印象も山内、はい、選手にかなり寄ると思うんで、さあこのラウンドはだいぶ山内の方が高橋を押し込んでいます。そうですね。さあ残りは1分、で当然サブミッション取りにはある程度時間が必要ではありますが、ただまあ高橋サブミッション勇気の方は一発で取り切るという怖さも持っている選手。残り1分、これ今多分腕十字とか三角締め狙ってるんですけど、うまく山内選手取らせないように金網を押し付けてるんで、ちょっとスペースがそうですね、ないですね。さあ大沢さんからはやらないといけないんだお前という声が上がっています。こういうところで一発打てるとすごいんですけど、あそう今いいですね。山内はちょっと殴るべきところは殴ってますね。ここもそうです、ね、殴っていく、殴っていくチャンス。さあ山内相手を殴っていきます。総合力っていう面では、山内選手すごい上回ってるかもしれないです、ね、これ MMA ファイターとして結構完成度高いんじゃないですか、うん、そうですね、はい、この肘あえてエクスファイトではなく、まあ、ファイトファームで今力を磨いています。格闘ドリーマーズですっかりおなじみになった存在の山内渡、今日は生っ粋のグラップラーを相手にこの2ラウンドドミネートをしています。ただ1ラウンドを取られているとするとどう考えるか。2ラウンド終了、試合終了です。ストーの終了になります。いやあとちょっとこれ高橋の方がダメージありますかね。そう 今ちょっとよろけましたね。ちょっとしゃがみ込んでどこか何か、あ左の、あ右の腕かな、右の腕にちょっと異常があったかもしれません、まあ、これ2ラウンドの頭ですけれども、このダウンですよね。そうですね、肩外れた可能性ありますね。あれそうですよね右の肩が多分脱臼したかなというふうに思います。明らかにちょっとあの向き方が、高橋サブミッション行き変わってるんで、あ、ね、ちょっとブラブラしてますね。右の肩おそらくは脱臼してるんじゃないかと思います。さあ集計結果、サブレディ福田19対18、青山内、まず山内、サブレディ片岡19対19、イーブン、うん、イーブン、サブレディ豊田が19対18、お青山内、以上判定2対0をもちまして勝者アンコラ山内渡る。つまりはこれ2ラウンドで2ポイントついたということになるかと思いますが、そう、ね、その2ポイントついた理由というのを皆さん改めてお願いします。やはり、その MMA らしさというか、削りの部分だったり、よいしょよいしょでパウンド落としていけるところだと思いますね。はい、あの予想以上でしたよね。そうですね、ただどうでしょう、高橋選手も自分のキャラクター十分に発揮したんじゃないですか。そうですね、あそこ1ラウンド目でしのがれるっていうのはおそらく想定外だったと思うんですけど、はい、その後の2ラウンド目の展開をもうちょっときちんとまとめてれば、もうちょっとこう違う結果になったのかなと思います。まあ、これでシュートでは高橋サブミッション勇気初敗戦ということになりました。そうですね、ちょっとこの右のやはり脱臼なのか肘なのかどうなのかちょっと分かりませんが、ちょっと腕が外れてる肩なのかな、脱臼するように肩っぽい、あ肘かな、ちょっとなんか向きがね、そうですね、変ですよね。はい、ちょっと心配ですけれども、大きな怪我でないことを祈りたいと思います。そして笑顔の山内渡、これから期待ができる選手また出てまいりました。プライ級5分2ラウンド19対18、2者2対0の判定、山内渡が笑顔でこのケージを後にし、高谷さんとハグを交わしました。